RKB では今月、地球温暖化を防ぐ脱炭素を中心に SDGs を発信するカラフルヘス秋を展開します。今日取り上げるのは、障害の有無や体型、性別などの違いにとらわれず、どんな人でも楽に着ることのできる服です。先日、福岡市で試着会が開かれました。胴体は自分に合わせて、例えば M サイズぐらいのものにして、右手は XL、左手は XS ができたり。福岡市で開かれた試着会、企画したのは東京のアパレル会社ソリッドです。障害の有無や性別、体型などにとらわれず、誰でも着やすい服をコンセプトに、1年前からインターネット限定で販売しています。障害のある方でも、セクシャルマイノリティでも、どんな方でも着れる服として開発をしているんです。基本的には私たちは人を選ばないと決めているので、どんな方でも誰でも着てほしいと思っています。田中さんは、体に障害のある70人から服に関する悩みを聞き取り、商品を完成させました。販売するのはジャケットとシャツ、スラックスの3種類のみ。ジャケットは車椅子の人が楽に漕ぎやすいよう、肩や腕が動かしやすいデザインを取り入れています。このシャツは胴体と右腕、そして左腕の3つのパーツごとにサイズを選ぶことができます。そして腕の長さも自分で決めることができるんです。パーツごとに11のサイズがあり、組み合わせは1600通り以上。袖やスラックスの長さは1センチ単位で調節できます。またボタンを着脱が簡単な磁石に変更することもできるなど、より自分の好みや体の特徴に合った服にカスタマイズできます。ここにゴムをつけているので、腕まくりをしてここで止まる。はい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 。試着会に訪れた西川翔平さん、生まれつき二分脊椎症という病気を患い、小学1年生の頃から車椅子生活を送っています。もう下に下ろした時に、実はタイヤに当たるんですよ、うん、シャツの袖がタイヤに擦れて汚れやすいため、普段から暗めの色の服を着ることが多いという西川さんが選んだのはこちらのジャケット。袖の内部にゴム素材があしらわれ、袖をまくってもずれ落ちにくい仕様になっています。明るい色のジャケットを試着しました。いいですね。なんかちょっときちっとしてるの久しぶりなんで、こういうブランドさんが増えてくれるとすごいね、こういう僕らのバリエーションっていう部分でも増えていくんで、やっぱおしゃれするのもまた楽しんでやれるんじゃないかな。ファッションは特に第二の皮膚とも言われていて、自己表現の一部なので、それが一部の人しか楽しめない社会は違うと私は思っているので、解決をしていきたいです。誰もが心からおしゃれを楽しめる服を、違いを認め合い共存する社会を目指す取り組みが始まっています。僕もそう思います社長の田中さんの大学時代の車椅子を使っている友人から、ジャケットを羽織りたいけど着脱が難しいという一言がきっかけで始まったそうなんですよ。着心地の良さ重視で、誰でも着られる服って素敵ですよ ね。笑顔になりますし気分も上がりますよね。現在販売はインターネット限定なんですけども、今後要望の多い地域で試着会を開いていくそうです。